ステ活を成功させるためにステ活を始めたけれど、気がつくとまた物に囲まれている、そんな経験はありませんか？ステ活を続けてもなかなか終わらないのは、もしかするとやってはいけないことをやっているからかもしれません。今回はステ活中にやりがちなことをお伝えします。ステ活は単に物を捨てるだけではありません。物を新たに持ち込まないことが非常に重要です。これを怠るといくら物を捨てても家の中は物にあふれてしまいます。過去の私ですが、クローゼットの中を大々的に捨て活しました。しかしその後もセールや新商品に惹かれて新しい服をどんどん買って、クローゼットはすぐに以前と同じ状態に戻ってしまいました。これでは捨て活の意味がありません。この経験から学んだのは、物を捨てることと同時に新たに物を買わない習慣をつけることが大切です。買い物をする際には本当に必要なものかどうかを慎重に考え、衝動買いを避けることが大切です。私自身も捨て活を始めた当初は新しい物を買うのを控えるようにしました。また物を買わないための工夫として、リストを作ることをおすすめします。必要なものを事前にリストアップし、それ以外のものは買わないと決めることで、無駄な買い物を防ぐことができます。私はこの方法を実践することで、無駄な買い物が減り、家の中がすっきりと保たれるようになりました。このように物を買い続ける習慣を見直し、必要最低限のものだけを持つことを意識することで、捨て活の効果を最大限に引き出すことができます。捨て活は物を捨てるだけでなく、新しい物を迎え入れないことも重要なポイントになります。収納グッズはめっちゃ便利なんですけれども、それらを買い続けることで片付けが進むとは限りません。実際多くの収納アイテムは自宅の具体的な状況に合わないことが多いです。私の経験からです。以前100円ショップで収納ボックスを購入し、キッチンの整理に使おうとしましたが、サイズが合わず、サイズをね測って買いに行ってないっていうのもあるんですけど、もうスペースが無駄になってしまいました。まあ、このような事態を避けるために、まず手持ちのものを見直して、それに合った整理方法を考えることが大切です。収納グッズは魅力的ですが、購入する前に一度立ち止まりましょう。まあ、特に手軽に買いやすいメーカーなどがありますが、衝動買いしやすいです。しかしこれらのグッズは一時的な解決策にしかなりません。家にあるものを工夫して使うことで、無駄な出費を避けることができます。効果的に片付けることもできます。私も家にある空き箱やバスケットを使って整理することで、新たな収納グッズを買わずに済んでいます。リビングルームの整理に取り組んだ時、家にあった古いバスケットを利用しました。これにより部屋全体が整理されて、無駄な買い物を避けることができました。結果として家計の節約にもつながりました。収納グッズを買う前に本当に必要かどうかを考えることが重要です。持っているものを工夫して使うことで、効果的に片付けが進むことがあります。新しいものを買わずに済むことで、家もすっきりし、無駄な出費を抑えることができます。これはよくあるんですけれども、片付け本を読むのはめっちゃ有益です。それだけで片付けた気になってしまうのは避けないといけません。実際に行動に移さなければ、本を読むだけでは片付きません。部屋は片付きません。片付け本を何冊も買い集めていました。私はその中のいくつかを熱心に読んで、頭の中で完璧な片付けプランを立てていました。しかし実際に片付けに取り掛かることはなく、本の内容を実践することができませんでした。その結果、部屋はいつまでも汚部屋でした。片付けに関する本を読むと、その時はやる気が湧いてきます。しかし実際に片付けを始めるとなると、思ったよりも大変で、すぐに挫折してしまうことが多かったです。片付け本はあくまでも参考書です。読んで得た知識を実際に行動に移すことが重要です。例えば、私は一度片付け本で学んだ
1日1ついらないものを捨てるという方法を実践しました。最初は小さなものから始めて、次第に大きなものにも挑戦しました。その結果、家の中がだんだんとすっきりしてきました。片付け本を読むだけで満足せず、得た知識を実際に行動に移すことが大切です。少しずつでも実践することで、確実に片付けが進み、理想の生活空間に近づくことができます。片付け本はそのためのガイドであり、実行が伴って初めて効果を発揮します。ありがちですよね。一気に片付けを終わらせたい、わかります。一気に片付けを終わらせようとするのは理想的に思いますが、現実にはめっちゃ難しいんです。無理をして一気に片付けを済ませようとすると、かえって挫折してしまうことがあります。こんな例がありました。引っ越し前のことです。新しい住まいに持っていくものを減らしたくて、一気に全てを片付けようとしました。しかし7時間も8時間も続けて片付けるのは予想以上に大変で、体力も気力も尽きてしまいました。結局時間が足りず、全部のものを捨てられないまま引っ越すことになりました。新しい家に移ってからは、毎日少しずつ片付ける方法に切り替えたそうです。この方法では無理をせず、自分のペースで進めることができ、結果的に効率よく片付けが進みました。毎日少しずつ進めることで、ストレスも少なく続けやすかったそうです。片付けは祭りのように一気にやれと提案している人がいますが、これは体力や時間に余裕がある人向けです。多くの人にとっては、毎日少しずつ片付ける方が現実的で効果的です。片付けを成功させるためには、無理をせず自分のペースで少しずつ進めることが大切です。一気にやろうとするのではなく、毎日少しずつ片付けることで確実に進展を感じることができます。自分に合ったペースで続けることが長続きするコツです。これね、落とし穴なんですよ。例えば洋服ね、ゴミにするもの、人にあげるもの、人にあげるの私は妹なんですけどね、寄付するもの、オークションに出す、また買い取りに出す、それぞれ分けますよね。そこで終わりではないんです。妹にあげるつもりの洋服が袋に入って何ヶ月も部屋の隅にありました。オークションやフリマに出すつもりのものを入れた大きな段ボールが玄関にデンと置いてありました。これでは捨て活が完了したとは言えません。捨てると決めたものはその場で外に出さなあかんのです。これもよくありがちなんですけれども、捨て活を一度やればそれで終わりだと考えるのはちょっと違うんですよね。物が増えるのは日常的なことです。定期的に見直しをすることが大切です。私が最初に大規模な捨て活を行った時、これでも一生せんでええわと思っていました。もう真剣にマジで思ってました。でも生活を続けるうちにまた物が増え始め、気がつけば以前の小部屋に逆戻りしていました。これではせっかくの努力が無駄になってしまいます。そこで私は定期的に捨て活を行うことを習慣にしました。毎月の終わりに一度家の中を見回して、不要なものがないかを確認するようにしています。この習慣を続けることで家の中がすっきりとした状態を保てるようになりました。捨て活は一度では終わりではなく、継続的な取り組みが必要です。定期的に見直しをすることで、物が増えすぎる前に対処することができ、常にすっきりとした空間を保てます。そして定期的な見直しと、不要なものをすぐに処分する習慣をつけることが大切です。もう一回やったらそれでは終わりではなく、常に意識して続けることが捨て活を長続きさせるコツです。これもありがちなんですけれども、理想の部屋を目指すのはいいことなんですけれども、雑誌に載っているような完璧な部屋を現実に再現するのはめっちゃ難しいんですね。
この思い込みがかえって片付けのモチベーションを下げる原因になります。私が捨て活を始めた当初、インテリア雑誌で見た素敵な部屋を目標にしていました。毎日その理想の部屋に近づけるために努力しましたが、実際の生活と雑誌の中の理想像とのギャップに挫折を感じることが多かったです。そこで私は現実的な目標を設定することにしました。自分のライフスタイルに合った使いやすく居心地の良い空間を目指すように考え方を変えました。リビングルームはカゴを置いて一時置き場のスペースを確保し、日常生活で使いやすい配置にしました。この変更により部屋が機能的になり、片付けが楽になりました。私の友人の例を挙げると、彼女も雑誌のような部屋を目指していましたが、結局は維持できずにストレスを感じていました。そこで自分の好みや生活スタイルに合った片付け方法を見つけ出し、無理のない範囲で整理整頓を続けることで、より快適な生活空間を作り上げました。雑誌に載っているような部屋は撮影のために一時的に整えられたものが多いです。私たちの生活には日常的な仕様と変化があります。そのため完璧さを求めるのではなく、自分にとって心地よい空間を目指すことが重要です。雑誌のような理想の部屋を目指すのではなく、自分のライフスタイルに合った現実的な目標を設定にすることが大切です。これにより無理なく片付けを続けることができ、最終的に自分にとって最適な空間を作り上げることができます。本日の動画では要注意、捨て活中にやってはいけないことをお伝えしました。捨て活を成功させるためには、物を買い続けないこと、収納グッズに頼らないこと、片付け本に頼りすぎないこと、一気にやろうとしないこと、小さな片付けを最後まで完了させること、一回で終わりだと思わないこと、そして現実的な目標を持つことが重要です。ポイントたくさんありましたけれども、これらを意識して無理なく続けられる捨て活を目指しましょう。これからも役立つ情報を提供するために、チャンネル登録と通知設定をお忘れなく、また感想をコメント欄にお寄せください。ご視聴ありがとうございました。